今週末7月9日10日は青森県津軽市小島商会さんにて、夏の大展示会を開催いたします。参加メーカーはですね、廃工機、マキタ、マックス、リョービー、京セラですね、さまざまなメーカーあるんですけど、スチールの販売員はね、私、樋口金物機工が、販売員として参加させていただきます。まずね、目玉商品なんですけど、チェーンソー、刈払機、さまざまですね、下取り機を持ってきていただければ、ケージ価格の 10% オフになるというセール、大特価セールになります。スチール商品ね、8月1日から値上げしてしまいます。なのでね、商品によってはその下取りを上手に使っていただければ8月に買うよりも 15% から 20% 安くご購入できるということになります。ちなみにですね、例えば 4,000円の FS23CE 刈払機ですね、こちらなんかですと 10% オフになります。消費税分の 10% というわけじゃなくて 44,000円から4400円にお値引きしてくれるということになるんですね。通常よりも400円安いですね。というふうな形でですね、チラシこちらね、載せておきますね。こちらの掲載価格から、下取り価格 10% ありますんでね、ぜひね、下取り商品があるよっていう方は持ってきていただければと思います。そしてお待たせいたしました、下取りの 10% オフはないんですけど、 GTA26 こちら、入荷しております。はい、こちらですね、24,200円に値上がりしてしまいましたけども、替えチェーン、予備チェーン、必ず必要になる予備チェーンがですね、2本ついての、値上げとなりました。ということでね、損してる部分は少ない値上げになりますので、ぜひね、ご利用の方、GTA26 ようやく入ってきました。で、バッテリーもね、ようやくね、揃ってまいりましたので、予備バッテリー、も通常販売いたしておりますので、ぜひね、そちらの方ご利用いただければと思います。まあ、本体買ったけどバッテリー買ってなかったよという方もね、ぜひね、お店の方にいらしていただいて、様々な商品見てってね、いただければと思います。本当、値上げが8月1日からね、チェーンソーの方の値上げが大きいです。10%、約 10% 値上げしてしまいますんでね。あと、オイル関係も値上げしてしまいますので、その辺もね、消耗品ですので、ご利用の方はぜひね、7月中にご購入されないんではないでしょうか。展示会の方だとね、そういった細かいものとかね、私商品説明させていただきますので、ぜひね、お店の方にいらしていただければと思います。まあ、私だけね、メーカーの人間じゃなくて、販売店の人間が、寵愛している人間が小島商会さんの展示会に参加させていただくんですけど、まあ、10年選手のメーカーの営業マンの方よりもね、私の方がね、ご説明できるんじゃないかと自負しておりますのでね、ぜひね、ご安心してね、お店の方にいらしてきていただければと思います。9日10日 両日ですね、午後2時からチェーンソーの刃の目立て講習会っていうのもね、私やらせていただきますので、ぜひね、目立ての方、ちょっと勉強してみたいな、ちょっとどういうヒントがあるのかなっていうのとかね、ご興味ある方、ぜひね、小島商会さんの方にいらしてみていただければと思います。刈払機の方もね、今年から発売になった新型レバーの方でね、取り揃えておりますので、ぜひね、どういうレバーになったのかっていうのを見ていただければと思います。そして FR235 背負い式の刈払機もね、用意しておりますので、どのぐらい重いのか、重いってよく言われますけど、どのぐらい重いのかっていうのもね、吟味してね、検討してみていただければと思います。そして草刈り用ハーネス、こちらもね、ご用意してもらいました。こちらのハーネス使うとどういうメリットがあるのかっていうのもね、この後ね、ご紹介させていただきたいと思いますので、ぜひね、最後までご視聴よろしくお願いします。はい、それではですね、ハーネスの方まだちゃんとつけてないですけど、ハーネスの方ちゃんと装着してみたいと思います。こちらもね、小島商会さんの方を大量に仕入れていただきましたので、ぜひね、見てみたい1万円コスハーネス、どんなんなのって気になる方ね、ぜひ見に来てみていただければと思います。このハーネスを使うとですね、背負い式の刈払機じゃなくてもいいんじゃないのかっていう考えになる方も非常に多いので、ね、見てみていただきたいんですけど、まあ、こうやって、定位置、適正な位置ですね、骨盤のポイントに、ところにセットいたしました。はい、のり面をやりたいっていう方は骨盤よりもちょっと上の方がね、いいかもしれないですね。つる位置、今ちょっとね、わざとね、その背負い式を使いたい理由のポイントとなるのり面ですね、の作業の時にこういうハーネス使うと非常に楽になるよっていうのはね、ちょっと、動作方法だけ実演してみたいと思いますんでね、FS250 6.3kg あります。こちら今装着いたしますね。もう手だけで持っちゃうと、もうこれだけでも、もうのり面作業やるとなれば非常に疲れるなっていうのが、体感できるぐらい重たいです。はい、今ハーネスにセットしました。もうこれだけでだいぶ楽です。肩と腰に重さが逃げております。で、この状態でどうでしょう、もう手添えてるだけ、これだけでこうテコの原理で上に振り上げやすいです。もう斜面狩りなんかね、こうやって斜面に合わせて右手を引く、左手はもう支えてるだけで、これが逆になると左手を手前に引く、
右手は支えてるだけ。このような動作でもね、簡単にね、この重い仮払い機が上に振り上げられてるの分かります？もうこんだけ、そんなに力入れてない状態です。そうなんです、背負い式だと手で持っちゃうから手非常に疲れます。これも肩と腰に重量ほとんど逃がしてるので、刃先、先端ギアヘッドのところを上に振り上げる動作をどうしてあげればいいか、もうここに押し点にしてるので、ハーネスのここを支点にしてるので、そこから振り上げる動作をするだけでいいように、胸に引き付けるようなそんな感じの動作だけでも刃がこうやって動くんですよ。なので乗り面作業の時にこのね動作、腕だけでやってたよっていう方はね、ぜひねこういったハーネスとかこのフックとかね、パッドが大きいもの上手に使っていただければと思います。そしてポイントはね、このハンドル、今わざと、乗り面作業を見せるために手前に倒しております。こういったね調整っていうのがね重要になります。あとこの吊る位置ですね、吊る位置もどういったポジションがだとテコの原理で、こういう振り上げる動作とかやりやすくなるのかっていうのをね、調整してみてください。日本メーカー、国内メーカーはね割とねこの、ハンガーフックですねのハーネスに取り付けるためのフックのポジション、パッドがついてて調整できなかったりします。それがスチールは、ちょっと高めなハーネス買うとこうやってパッドがついてくるので、パッドの方であのキックバックなんかの、ね、衝撃吸収できるようになっていて、このハンガーの位置は調整できるようになってるっていうのがスチールの特徴でもあります。そういったね、いろんなもの適材適所で様々作られておりますので、そういった道具っていうのはね、使って楽を押していただければと思います。もうこういうハーネス使うとね、ほんと重量全然気にならなくなってきますんでね。でハーネスをしっかり使って、そのテコの原理っていうのをね上手に使うと、非常に体が楽になります。はい、というところでね、このハーネス上手に使ってみていただければと思います。実際ね、実物見て自分で体感してみないと分かんないよっていう方非常に多いと思いますので、ぜひね、当日小島紹介さんの方に来てみて、このハーネスの便利さっていうのをね体感していただければと思います。この位置の調整もね、これスチール簡単にできるんですよ。ここ開放してパッと引っ張ってればすぐ緩みますよね。はい、こんなに下に下がりました。それが、紐を引っ張るだけ、でこうやって調整されます。で支点のこのパッドのねフックに重量がかかれば、ちゃんと伸びることがないようにしっかり固定できるのでね、この調整で吊る場所の調整っていうのは簡単にできますんでね。ちょっと今先ほどよりも下に下ろしましたね。やっぱり下に下ろしちゃうと腕がリーチが届かなくなっちゃうので、左手なんかももうハンドル持ちづらくなっちゃいますね。けどまあ窮屈にはなりますけど、これでも振り上げづらいわけではないので、まあその辺のポイントとかもぜひね使う方、試して使ってみていただければと思います。7月9日10日はね、青森県津軽市小島紹介さんで展示会ですのでね、メーカーの人間ではないですけど、業界に入って20年の私がね、販売員として、スチールの販売員として参加させていただきますのでね、このように動画だけでは伝わらないものとか、そういったのもね、お店の方で実際にね手に取ってみて、重量感であったり、機能だったり、そのハーネスのね便利さだとかね、そういったの身につけて、ご判断してみていただきたいと思いますので、ぜひねお店の方にいらしてみていただいて、ご相談していただければと思います。7月9日10日小島紹介さんの展示会でしたのご報告動画でした。よかったなと思いましたら高評価お願いいたします。チャンネル登録まだの方、チャンネル登録お願いいたします。それではまた。